跡地を行く、有馬線の列車新有馬駅は、兵庫県神戸市北区、有野町城からびつわざ北山にあった神戸、電鉄有馬線の駅。有馬温泉へと通じる片越峠を抜けるトンネルの手前、標高354メートルにあった、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホーム庁は2両編成程度の長さしかなく、休止後しばらくは、 ホームだけの状態で、駅名標だけが設置されていたが、1990年代頃に、駅名標は撤去され、ホームにおいても線路に面する側が、フェンスで仕切られるようになった。その後、ホームの一部が崩れた状態で放置されていたが、廃止直後に、ホームもすべて撤去された。新都駅名にあるが、電鉄有馬駅と同日に開業している。営業末期には、周囲は、 無人地帯と化し、1968年以降の交通調査では常に乗客数例であった。このため、当駅に停車する列車は1日1往復に限られていたが、この列車でもあらかじめ乗務員に降車の意思を伝えておかないと通過することがあった。営業休止から、しばらくの間、当駅は営業休止をいたしておりますので乗降のお取り扱いはできませんと記載された看板が、 駅構内に設置されていた。正式に廃止にしないまま据え置かれたのは、将来の開発を期待していたことと、廃止にすると施設の撤去が必要となり、経営状況の悪い神戸電鉄の大きな負担になることが理由に挙げられる。実際に大型保養施設や団地の誘致構想があったが、後に撤回されたため、営業を再開する動きが出ることはなく、 実質的に廃止状態となっていた。そして2013年に正式に廃止され38年に渡る休止状態に終止符が打たれた。ありがとうございます。